皆様こんにちは。こんにちは。ジャンバルジャン役の福井翔一です。エボニーヌ役の柚月風花です。はい、さあ、はい、先週が終わりました。終わりました。どうでしたか？いや、圧倒されました。席の多さ、このね、札幌文化芸術劇場、はい、来たる本当に大きな劇場で、そうなんです。カーテンコールの景色が全然違うじゃないですか、4階席までお客様がいっぱい来てくださって、毎日満席でしたね。本当にこんな知らせもありません。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうしたか、あの、うん、札幌のお客様の反応というか、はい、なんかすっごい温かい方たちばかりだなと思ってて、やっぱりまあ地元だからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、特別な気持ちが、でもずっと念願でやりたいと思っていたことをようやく叶えることができて、だって札幌出身だもんね。そうなんですよ。すごく近いとこなんですよ。これはもういろんな方が見に来て本当になんか親孝行をこうできたのかな、ね、みたいな風には恩返しみたいな感じで、ね、うん、思うので、はい、そう、どうでしたか？そうだね、こう同級生とか、うん、普段全然会えなかった人たちがたくさん来てくれて休みの日にあの同期会やったり、あー、いいですね。そう、同窓会やったり、そうですね、なんかそういうね、なんかまたこう縁をつないでくれたというか、あの、僕はね、あの、北海道が初舞台で、はい、なのでなんかで、そうですね、そういう思いもあって、やっぱり地元っていうのもあって、すごくやっぱり感慨深い、特別な、この期間です、ね、で初日のカーテンコールがまたものすごかった、うん、私はね、2日目だったんですけど、うん、そうですね、そう、なんか今までで一番早いタイムでみんなスタンディングしてくれて、うわーって思って、それが4回までだから、もうそれはそれはもう本当に、まあ、もうこんなスタンディングオベーションを北海道の皆さんがね、あの、穏やかな静かな北海道の皆様がしてくれるんだっていう感動で、はい、さすがどさんこの皆さんっていう、でもね、これをレイニーゼだけでなく、うん、次の先につなげて、はい、この北海道札幌でも文化がね、うん、芸術の文化、舞台の芸術文化がどんどんね、うん、これからも活性化していくといいなと思ってますね。今回見てくださった方がなんかちょっとでも興味、ミュージカルに興味を持ってくださったりしたら、うん、どんどん広がるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひぜひまた、これからもミュージカルよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。